渡辺香織のナベラジ。ロサンゼルスのリスナーの皆さん、おはようございます。渡辺香織です。4月も半ばが過ぎましたけれども、私この季節になりますと、昔の別れた彼をよく思い出します。若かった頃の私というのは非常に彼に対する嫉妬心が強くて、自分の感情をうまくコントロールできなかったような気がします。私の若いクライアントさんからも次のような質問を受けたことがありました。彼が他の女性と楽しそうに話をしているのを見るだけで嫉妬心が出て苦しいです。どうしたらいいでしょうか。好きな男性ができますと、このように嫉妬心を抱いてしまう女性っていうのはとても多いようです。皆さんはいかがでしょうか。ということで、今日は嫉妬について扱いますけれども、テーマは嫉妬を愛に変える方法というものです。彼が自分以外の女性と仲良く話をしているとか、またはメールをしているとか、最近では Facebook などで飲み会の様子アップされていたりとか、または誰かと飲んでいるところにタグ付けされたりして、第三者でもプライベートの様子が見られるようになった時代です。写真の中で一緒にいるその女性が自分にはない魅力を持ち合わせていたりすると、なおのこと、その嫉妬で心がかき乱されることになってしまいます。しかし、女性が男性にする嫉妬というのは悪いものなんでしょうか。そもそも男性に対する嫉妬というのは、その男性への関心です。つまり、あなたを愛していますの表れということになります。ただし、それは正しくない愛の表れかもしれません。しかし、逆をちょっと考えてみてほしいんですけども、例えば彼が、または夫が他の女性と非常に仲良くなっているのを見ても、何とも思わないような女性というのは、寛大で大きな愛を持っているという点では素晴らしいものなのかもしれません。しかし一方で、愛という点では、男女間の愛ですよね、そういう点ではどうでしょうか。相手に関心があるからこそ嫉妬心は生まれるものなのです。かといって男性は女性の嫉妬に関しては強い束縛を感じるものです。そして男性は自由を好む生き物ですから、束縛されると逃げたくなる衝動にも走ります。やがて彼女以外の人と交友をするのに、いちいち目くじらを立てる彼女に知られまいとして、陰でそのような交友を持とうとするようにもなるかもしれません。これではお互いのためにはなりませんよね。男性が女性の嫉妬でげんなりするのは過剰な嫉妬です。では過剰じゃない嫉妬とは何でしょうか。男性が女性の嫉妬で許せるのは、やきもち程度の可愛いものだそうです。自分へ向けられたやきもちは、男性はむしろ自分が愛されているということを知ります。今ではあまり見ないかもしれませんが、女性がほっぺを膨らませて、もうと言ってプイッとするその姿を、男性は可愛いと思うそうです。ちょっと笑ってしまいますけれども、そうなんです。もし自分が彼に対して嫉妬心を感じたときは、その感情を素直に相手に伝えてみてください。感情を素直に言うことで、男性はシンプルに捉えてくれます。あなたが好きだから焼きもち焼いちゃったと一言言えばいいだけです。やっぱりここ笑ってしまいますけども、その気持ちを彼が受け取ってくれるなら、次はあなたに配慮をしてくれることになることでしょう。嫉妬心が高じたまま、妄想や想像であれやこれやと考えるのは、メンタルにも悪いばかりか、その気持ちは外見にまで現れてきて、どんどん実際の顔も見にくくなっていきます。それは非常に怖いことです。どうか彼のためには、やきもち程度で抑えておいてくださいね。今回の内容は、私の本の探すのをやめた瞬間、運命の人はやってくるという本の中の第4章、嫉妬を愛に変える方法の中で詳しく扱っております。
あと一つ、宣伝させてください。次回の放送の時には、私の新刊美も願いも思い通りになる人の生き方の本が発売されています。ロサンゼルスの書店さんでは数が少ないと思いますので、 Amazon の方がいいかもしれません。早めに予約しておきますと、日本の発売日と変わらない時期に受け取れると思います。さあ、今日も活力的な一日をお過ごしくださいませ。それではまた再来週。渡辺香織でした。